どうも、ニックです。フラミンゴです。今日は松戸来てますけど、今日はね、なんだか松戸ロードっていうのが、あ、違う、ゴールド太郎、え、これね、なんていう、ここなんていうんだろう、これね、昔から知ってるんですけど、これこのロードは何ね、はい、このね、あの松戸のこう裏路地、はいはいはい、飲み屋ロードがあるんですけど、うん、こういう多分ね、ここなんですよ。この4つぐらいが今重なってるとこなんですけど、はいはい、今日松戸酒場さんっていうところにお邪魔したんですよ、はい、ちょっと今消えちゃったんですけど、はいはい、ここで焼き鳥、もつ焼き食べてきたんですけど、はい、ね、トイレが店内にないのでトイレだけ紹介しようと思います。はい、はい、盛り上がってますね。ごめんなさい、通り過ぎちゃったんですけど、あのこっちの、ね、表と、ね、裏でこっち裏側ね あるんですけど、はい、こうこれすごいでしょ、こう好きでしょ皆さん、こういうのがいいのね、好きでしょ皆さん、はい、お、盛り上がってますね、いいですね、はい、こういうようなね、こうなんかこうカウンターで飲めるようなお店があるんですけど、でここの奥にね、このトイレがあるので、ここ共同なので、はい、お店もねトイレないんですけど、ここのトイレを皆さんに使うっていうような形で、すごい、はい、オープニングでトイレから説明する初めての試みですね。チャンネル登録してくださいね、はい、でこっちにこう出てくるとね、うん、ここも居酒屋さんあったり、左側にね、はいはい、カレー専門店、はいはいはい、インドが、なるほどね、ありますけど、で焼き鳥屋さんとかこう居酒屋さんが続くんですけど、はい、店内マジ綺麗ですね、すごい綺麗な、はい、で美味しいし、ちょっとね、常連さん、多分常連さんになるともっとこう、そうだね、楽しめるんじゃないかなっていうお店なので、はい、ぜひ行ってみてください。はい、醤油とポン酢どっちでもいいねっていう感じで、どっち派ですか？これは結構ポン酢かな、醤油で、ね、いいんだけど、こういう人いますよね聞いといて、聞いといて、逆張り、まあこう半分でね、こう半分ずつ食べるね、半分じゃ、まあ、それでも醤油食べる、いただきます。ただね、すげえ距離生だ、あー、まあ、なんかね、なんか結構イメージだと、イメージでボイルとか、はあ、確かに、うん、ワイン、ワイン、2杯目はホッピー、2人でホッピー、すげえな、こういうの、湯気なんて、どうなの？あんまりね、私はほらホッピーとか普段飲まないもんね。どうなんですか、はい、通風のね、方とかそうね、ね、めいごさん通風ですか、うん、なんでそんな否定しないですかいや、若い頃マジでその数値が上がって、はい、ハイボール飲むようになったからね。あ、そうだ、それまで昔、もうビール糖だから、尿酸値とか、そう、尿酸値、うん、
ただきます。どっちなんだろうね、豚豚あ、レバー、はい、うん、美味しい、柔らかい、全然いいね、あのね、臭みがあって美味しい、いいですか、タレね、甘い、甘い系、うん、スレバー食べたいけどちょっと我慢して白いこう、うん、白黒ですからね、うん、本当だ、うん、甘い、なんかさ、珍しい、はい、ありがとうございます。結構塩味もついけど、後から甘いって感じですね、はい、なんかラーメン的に言うと、返しは甘いってやつか、わからん、なんか最初に食べたやつ、後から帰ってくるなんか味なんかよく言うじゃないですか、返しは、返しわかんない、みんな叩かないでください焼き鳥屋でもタレがね、こう、うん、店によってほんと違いますよね、なんかあれだよね、濃厚っていうか重たい感じの、はい、美味しいね。焼き鳥です、うん、皮とかがね、こうついてるんで、うん、なんか部位とかよくあるじゃないですかね、うん、結構難しいですけど、もう鶏でいただきます。うまっ、うん、逆に塩はほんとあっせる、うん、うん、タレとは違ってというか、さっきのタレがちょっと残ってるかどういうことその通りです、その通りうん、ハム、いただきます。うん、もう安定の豚タン美味しいです。確かに塩はね、素材の味、うん、ここでもね、味がしないわけじゃない、はい、あの本当に美味しい、多分こう出てくる旨味の油と塩がこう、ね、塩だけですね、馴染んで美味しい、美味しい、見てください、すごいね、うまそう、これはもう超ジューシー、見てるかみんな、ほらお腹すいてきた、お腹すいてきただろ、近すぎない、ちょっとこれ玉ねぎ豚バラいただきます。これで250円を安い、お祭りで行くと800円、うん、確かに、確かに、うん、うまい、いただきます。こっちはね、塩だけだったんですけど、こっちはね、塩コショウ、うん、うん、あ、うまい、あのね、甘い、そうです、あの年齢がね、経つにつれて、間にやっぱね、こう野菜が入ることによってね、こう油がね、うん、これがうまい、これ1本200円は安い、うん、これはうまい、うん、玉ねぎ豚バラ、美味しいよ、これうまい、これね、うん、塩コショウなんだね、これだけ ね俺言いましたよ1分前にパクった、パクった1分前にどこ使うかは編集する。怖い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 。はい、お疲れ様でした。オッティーの鉄板が美味しかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。Twitter、Instagram もやってます。そちらもぜひフォローしてください。ではまた。